昼のルーチン森林浴。朝ね、ニラ取ったんで、まあ、昼はまたキャベツが残ってるんでね、サラダみたいに食べようかと。だからレモンバームとヨモギをね、パセリもあるな。もうレモンバームは本当もう食べ放題だからな。もう昼はサラダ、これをね、生でねトッピングして食べると。どうもね、この収穫してる時カメラがよそ向いちゃうんだよね。気をつけないと。というわけでね、定番のサラダトッピングは、あ、人参の葉っぱもあるな。まあ、人参は次だな。だいぶね、人参がね、あちこちから。あら、ここにタラの芽が出てるよ、これ。これはトゲなしの方みたいだな。それだね、それがトゲなしのタラの芽ね。あ、これもね、取って食べないと。とにかく地下茎でね、どんどんね、出てくるんでね。それを取って食べると。で、よもぎ、これもバンバン食べないとね、どんどん大きくなるからね。なんか演説してるね。選挙なのかな。選挙あんの。まだね、虫はついてない、うん、いい感じにヨモギ畑がね、ちょっともう溢れてきてるけどね、そっちにね。よし、こんなもんでいいかな。このフキもね、もう大きくなったからね、食べないといかんな。夜食べるか。まあ、単純に湯がくだけなんだけどね。明日の味噌汁にしてもいいけどね。湯がいてね、わさび醤油で食べるのが本当は一番美味しいんだけどね。もう酒のつまみだよね。よし、このところでいいかな。昼の庭の味はレモンバームとヨモギ、サラダのトッピングに。今日も庭が気持ちいい。